よし、通常モード。お、いい感じ、いい感じ。はい、でね、今日もね、元気に走っております。ということで今回はね、Amazon からね届いたおもちゃをね紹介したいと思います。購入紹介と、まあレビュー的な感じですかね。こんにちは、ひかりです。今回はこちらです。ババーン、マーベルスタジオ、マーベルレジェンドのシリーズかな。ちょっと開けようか。そうとね、シフが届きました。 Amazon で手頃な値段になっていたので、ちょっとね買ってみました。僕ね、かなりね Amazon をチェックしてる時間っていうのが長くて、そうだからね、すごいね見つけるんですよ。で買っちゃうんですよね。だから皆さんにもシェアしたいと思います。こちらです。ズババン、おー、いい、なんかいいね。ちょっと最近だとちょっとさ、ソウってこんな感じじゃないじゃん。キャラも違うし、なんかもっと明るくなったじゃん、ソウのキャラが。コメディ寄りというか、そうじゃなくて昔のソウだね。ムジョルニア、これをねトニー・スタークとかキャプテン・アメリカとかに持たせたいよね。で、これ意外と似てんだよな、シフ。お、いいいいいい、シフね。え、それ、これはねマイティーソーンじゃなくて、ソーのあのダークワールドの時のやつですね。はい、ソーシーフって書いてある。シブってまだ生きてんだよね。あのね、エージェントオブシールドにも登場しました。僕シーズン1しか見てなくても登場しました。うん、まあ浅野忠信とかはね、あのソーのお姉さんに殺されちゃったんでね、この3人はね、あっけなかったね。こんな感じでマイティーソーのこのね、ダークワールド僕1回しか見てないんだよね、レンタルで。 DVD は買ってないんだけど、まあ多分安くなると思うんでいずれ買います。結構古いやつだもんね。まあ Amazon のちょっと箱はねあれなんだけど、普通のあの模型屋さんみたいなとこで売ってた時に見かけてて、その時よりもはるかに値段が安くなってたので Amazon でね買ってみました。一応ね Amazon リンク説明欄に貼っておくんでね、チェックはねそこからよろしくお願いします。まあ、箱とかがね、あんまこうなってても気にならないよって人は、なんだろう、あの Amazon アウトレットとかなんか安いところで買うといいと思います。Amazon でね。僕は箱なんてない方がいいぐらいパーツが揃ってるのであれば。箱あるとどうしたら箱取っていちゃうからさ。よいしょ。開封。おー、来た。あ、かっこいいな。まずね、あ、そうだ、背面がまだあれだね。あ、こんな感じなんだ。マーベルのほらアイアンマンとか映ってるね。最初のアイアンマン、マーク1っていうのかな。キャプテン、あ、ブラックパンサーもいる。あ、アントマンとかサノスとかも上にいるし、これは別にソーとか関係ないね。いろんなアベンジャーズのあれ写真が載ってますね。わあ、いいね。そう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 。そうの話してんのに、そうそうって言っちゃったあれだけど。シフ、こんな感じの武器だった気がするの。この盾なんか覚えてる。ちょっとワンダーウーマン感あるよね、シフってね。ほんと、僕的にあのフィギュア出してほしい。あの、ローレライっているんだけど、エージェント・オブ・シールドに出てきた、まあ、シフの敵なんだけど、あれも欲しい。おお、いいじゃん、ムジョルニア。あ、デッキかなりいいな、かなりデッキ。で、これはね、ここで固定ですね。あ、てか、ああ、落としちゃった。ムジョルニア落としてしまった。ムジョルニアが落としてしまった。さすがだね。てか、俺さ、俺なんかもう自然とモテてるんだけど、ああ、結構重さがある。そこそこなんかいいいいいい、わ、モテたわ。ムジョルニア思ったより早く。で、こう回して、で、ダーン、あ、持てた。にゅん、アセンブルね。いやー、いいね。これが欲しかった。僕が持ってる層って、あの、なんだっけ、ヘラに壊された後の層だから、ムジョルニアないんだよ、あの、ハルクと戦った時、闘技場で、バトルロイヤルで。その時のね、やつなんでね、ムジョルニアが打ちなかったんですよね。いでよ、層。わ、これ切っちゃおうかな。なんか壊しそうだからな。僕ね、これ切っていいです。はい。もうちょっとね、壊しそうなんで。
この中のこれは捨てるんだよ、うずうずっていうか、絶対に。まあ、売ることもないでしょうし。きたー。お、布感があるね、ちゃんと。ほら、マント。そうですよ。あ、手にもこうね、武器とか持たせられるようになってる。いいね、このちょっと髪が長くて若いそうだね。若いそうって言ってもまああれだけど、まだそのコメディ路線にあんま行ってないそうだね。おお、うん、いいいい。じゃ早速ムジルには持たせようか。持つかな。まあ持つんだけど、そうだから、あ、ここに引っ掛けた方がいいかもしれない、空飛ぶときみたいに。ちょっと待って、結構手が硬いな。うんふん、手が硬い。どうしようか、入んないっす。そうそう、他にもね、あのアマゾンでね、なんかマーベルレジェンド的な層、結構ね安いのもあったりするんで、うん、それもね下の説明欄にリンク貼っておきます。僕結構チェックしてるんでね、こうあるんですよ、やっぱ。まあ皆さんも結構チェックしてると思うんだけど、あとはツイッターとかで情報を見たりとか、今これ安いよみたいな。お、いい感じになった。ほら、これも出せればさ、これ空飛べる感じ、層が。あの、あと後ろにはこの人たち、これ持たせるのまだね、ちょっと、ね、手が硬いな。ここはこうなるわけですよ、こんな感じで。かっちょい、まあ、サイズがでかいからね、500シリーズのこのゼットンとかと比べると大きい。バーン、かっちょいい。そうやっぱ強そうだな。なあ、超かっこいいんだけど。チブも開けましょう。チブはね、チブってあれだよね、アベンジャーズではないよね。アベンジャーズのアッセンブルの時アッセンブルなかったもんね。あ、顔になんかほくろみたいなのがあるけど、これ元からかな。そう、あれシフってほくろあったっけ。まあいっか、いいね。シフも強いからね。ワンダーウーマン、ちょっとシフとほんと被ってんだよね、キャラが。こういうやっぱ女性戦士いいね。うん、いいいいいい。ショートの身長差は、あ、結構差があるんだ。頭一つ分違うんだね。でも強いから、シフ。おー、いいね。まあ、アスガルド人はね。やっぱ武器とかもちょっとワンダーウーマンっぽいんだよな、このちっちゃいシールドが。どうやって持たせるんだろう。これ難しいんだよね、マーベルレジェンドの持たせるのってね。あ、こんな感じで持たせときゃいいか。持ってないけどね。で、剣。剣全部シールで貼られてるわ。ちょっと開けよう、開けようっていうかシールを切っちゃおう。剣3本もあっても3本も持てなくない ?1 本背中につけるとかできないのかな。どうやって3本持たせるの。あ、これじゃあ1個層の剣かな。いや違う、全部一緒だもんな。長さが若干違うんだよね、ほらこれとこれ。これもなんかデザインが違うし。シフはね、やっぱりね、あのマーベルレジェンドじゃなくて、あ、エージェント・オブ・シールドのね、ドラマで好きになったかな。あ、違う、こう持たせるんだ。あ、分かった、合体するんじゃん、これ2つが、2つで1つになるやつが。分かった分かった、なるほどね。ほら、こことここでこうやってくっつくんだ。で、長い、なんていうのかな、そう、なんていうの、こういうの、なんかになるんです。だからこうやって持たせて、ちょっと待って、手元でやるわ。でもカメラに映すのがきついわ。あ、普通にやってもよかったな。もっと、おー、強そう。ほら、で、もう片っぽというか、これをこの辺にこうはめといて、もうシールド持たせたくない。シールドに持たせたらさ、
をどうやるんだろう、ポーズ的には。あとで映画を見直さないとな。ポーズおかしいもんな。まあいいか、これでも。あー、リリシー、あ、いい感じ、いい感じ。強そう。ムジュルニアはでもやっぱそうだな。そう、ムジュルニア持たないんだけど、あんま好きじゃないのかな。大好きでしょ、そう。もう今手元でやってる。あー、無理だ。そう、持たせるのが難しい、これ、かなり。ハンマー左手だっけ。てかさ、絵載ってなかったっけ、箱に。お、かっこいいね、このマークね。あ、説明も載ってるけど、英語ですね。あ、この絵、この絵って、この写真だと左手で持ってるわ。ムジュルニア。あ、これドクターストレンジじゃん。シフ、説明載ってます。そう、説明載ってます。まあ稼働もするからね。まあ若干硬いんだけど、マーベルレジェンドって。こんな感じでちょっとさっと、これ変か。まあマーベルレジェンドは値段的にはね、まあ、フィギュアーツとよりちょっと安いかなぐらいかな。フィギュアーツよりは軽く安いけど、まあやかやすくないのもあるんだけどね。まあだけど、あのガシガシ遊べるって意味ではこっちの方が僕は好きかなと。種類が出てる。フィギュアーツの方が精巧だったり動かしやすかったりポーズ取らせやすいんだけど、僕的にはてか僕はあのガシガシ遊ぶっていうか、こうなんていうの、ジャスジャスジャスとかやりたいときはこっちの方がいいと思います。壊れづらそう。うん、僕ね、昔のフィギュアーツなんだけど、もう結構前の話なんだけど、動画にもしてるんだけど、仮面ライダーカブトのフィギュアーツを買ってすぐ折っちゃったことがあって、そう、まあ中古なんだけど、中古で買って壊れてなかったのに遊んだらパキッと折れちゃったことがあって、それがトラウマになってるんですよね、フィギュアーツは。今んとこマーベルレジェンドではその経験がないので。いいね、この、まあ最近デブソーの方フィギュアーツで出てるよね。あとワンダも出たかな、最近で言うと。まあこれは、まあ、なんだろう、最初のアベンジャーズとかを再現するときもこの層でいいと思います。あの最初の6人の時だっけ、6人だっけ、そビッグスリーとハルクと、ね、あのウィドウと僕らだから6人だね。うん、あ、このやっぱ服いいよね。あ、後ろ側もよくできてるわ。危ねえ、頭から落としちゃって今。危ねえ、大丈夫。あ、そうなってんだね。あんまマントあれすると抜けちゃうから、これ。ちょっと気をつけてくれよって言ってるよ。かっこいい。かっこいい。いいね、シフとか特にちょっとね、入手しづらいと思ったら、今はちょっと入手しやすいんで。ぜひね、おもちゃ屋さんとかにもあるのかな、まだ。まあ、あるとこあるかもしれないね。売ってたからね、実際ね。ただやっぱ Amazon 安いんで、ぜひね、リンクから、チェックしてみてください。ということで、今回は、マーベルレジェンドね、ソーダークワールドの時の、ソーとシフの紹介でした。はい。ということでね、この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンお願いします。それではまた、バイバーイ。